外は羽二重餅で、中はクリームだとか、ラズベリーも入ってますね。パイナップルでしょ。うん。おいしい。めちゃくちゃおいしいです。おはようございます。ウィリーです。今日はね、12月の何日でしたっけね。12日土曜日ですね。はい、外出を自粛しなさいよというお達しがありまして、はい、遠くへ行くことを自粛します。もう仕方がないので、大阪府を出ないようにして、買い物に自動車で行けばいいところを、まあ、バイクで行こうと。普段ならね、近場はね、この K の1600をよいしょよいしょと引っ張り出してきて、大阪府の中の近場へあまり用を足すために乗るっていうことをしないんですけれども、やっぱりね、これから寒くなるとエンジンをかけないとバッテリーが上がるというね、危機感がありますので、その危惧を払拭するためにももうエンジンをかけるためにはこれ走らせようと。今日は今から東大阪にある、うちの家内のですね、リクエストに応えて和菓子のお店に出かけることにしています。予定です。そちらへ行って美味しい和菓子をね、買って、で、まあ、お昼ご飯を食事を済ませて、帰ろうというショートツーリングです。今日もよろしくお願いします。大阪の北部に住んでいるんですけれどもね、東大阪というと、まあ、大阪の、まあ、中央部というか真ん中あたりに位置するんですけども、そちらの方に行くためにはですね、大阪をね、東西、まあ、アバウト東西ですが、東西に流れる淀川という川をね、渡らないといけないんですよね。まあ、橋を渡ると、これが混むんですよ。で、先ほど高速道路を走ってたんですね。左手に見えますのが波早ドームといいまして、世界選手権のフィギュアスケートの会場になっているところですね。まあ、大福みたいな大福餅をぺたんとこう伏せて置いたようなドーム型のですね、ドーム型ってドームそのものですけどね、はい、鴻池神殿というね、地名があるんですよ。この辺り一帯の鴻池っていうJR の駅もあるぐらいで、鴻池というと大昔ありました三和銀行ですね。かつて江戸時代、鴻池屋というふうな豪商がいたんですよね。で、その流れで、鴻池屋さんがですね、まあ、三和銀行の始祖にあたるんですけども、その辺り、この辺り一帯をですね、神殿開発したので鴻池神殿という地名がついたんだというふうに、噂に聞いたことがあります耳がくもんですから出典も明らかではありませんし、もう全くいい加減なあれなので責任を持てない知識なんですけどもね、なるほどなーなんて。で、上方落語の中にね、鴻池の犬という落語があるんです。鴻池屋さんという大阪の大きな豪商、まあ、大きな豪商、小さな豪商はないですけども、大きなね、商人の、そのお家にですね、もらわれていった犬と、ね、捨て犬のまま野良犬で暮らした犬とが再会するというね、人情話があるんですよ。その鴻池の噛んでますね鴻池の犬というふうなね、落語のその鴻池というのをね、どうも私の胸の中にすごく印象づいてて、鴻池というところに来るとそれをいつも思い出してます。ナビによると私一つ間違えたのかな、もうゴールを通り過ぎてますねちょっと U ターンしないといけません。買い物をして出てきました。河野池花火という名前のね和菓子を買いに来たわけです。10個入りを買いましたそんなこと言わなくていいかこの後はお昼ご飯食べに行きます、さてどこへ行くのでしょう、お楽しみにと今こんなこと言ってますけどね皆さんご存知なんですけどねはい調子よく行きたいと思います。この大阪の南部をですね流れるこの大和川という大きな川のにかかっている橋、新大井橋という橋らしいですけども、その名の通り車が多い橋ですね本当にまあくだらんこと言ってますけども、どうもあ映ってますね、お母さん映ってますよカルガモの親子がなんかぷかぷかと川の真ん中水面に浮かんでますが、カメラで捉えることはできないでしょうね。のどかな小春日和の一日ですね大阪北部に住む私にとって今日目指しているライダーズカフェは淀川を渡って大和川を渡ってね、行かないといけないんですよ。まあ2つの大きな川を渡って大阪っていうのはね狭い小さな都道府県なんですが、都道府県というか府なんですけれども、南北に走るとなるとなかなか交通量がね多いところを走ると非常に近いのに時間がかかるそういうところですね。ナビゲーションは今 Google 先生にお願いしてるんですけども、 Google 先生なかなかいつも通り奇抜な道を案内してくれますね、うん、面白い。さてこれはどっち、いやこっちですか、はいはいお面白いですね。おお前からたっぷりたっぷり来ましたね、面白い道ですね。ちょっとこれはナビゲーションなしでは走れない道ですね、怖くて走れませんね。まあ地元の人にすればね、あの道ねっていう道もねあろうかと思いますが、もう同じ大阪とはいえもう全くこの辺は私土地勘がないですからね。今月号のバイク人雑誌ですけれども、バイク人の特集がライダーズカフェでしたね。でそのライダーズカフェの中で紹介をされてたのが今日今から行く、リトルパインというお店です。久しぶりにやってくるのでもう全然地理感がなくて、はい、もう Google 先生の仰せのままに走っています。あ、こんな景色でしたね。はい、見えてきましたカフェリトルパイン。バイクがたくさん止まっています。私のバイクを置くところがありません。困った。はい、着きましたカフェリトルパインです。さっきねここいっぱいだったんですけども、ちょうどタンデムで来られてる方が出発されて間ができたのでちょうど1台分はい入れさせていただきました。ちょっとこちらのハーレーさんちょっと出にくいかもしれないですけどもね、よろしくお願いします。今謝っときます。はい、もうギリギリいっぱい浮いてるんでいいでしょう。はい、さてお店の中入りましょうか。ハラミ丼というね、おすすめはって聞いたら、それをおすすめされたので、ハラミ丼をいただきました。リトルパインさん、盛況で商売繁盛でお腹ペコペコの状態で食べました。美味しかったです。ローストビーフのね、代わりにハラミといういわゆるホルモンっていうね、肉の部位を使ってですね、いただきました。ニンニクがかなりね、ガーリックが効かせてあったのがパンチがありましたね。はい、帰ってきます。なんだか天気がちょっとね、怪しい空模様ですよね。映ってますかね。前正面にね、 PL 教団のタワーっていうか塔がありますね。白いね、地元大阪ではね、割と皆さんよくご存知のPL の塔だっていうね、そういう感じですけども。PL 教団の塔が見えますね。なんとかの塔って言うんですけどね、名前知りません。タワーである、塔であるという、それだけしか分からなくて、どうも不確かなことを言ってます。老人天皇陵古墳。このこんもりしたのは、この森は古墳なんですね。さて、もう少しで藤井寺インターです。高速道路に入ってしまえば気楽にさーっと帰れるんですよね。でもなかなか高速道路にたどり着くまでがね、大変ですよこれは。藤井寺インターチェンジ入りました。ここからはスイスイと走れることでしょう。ずっとね、渋滞路をね、シャクトリムシみたいに進んで止まって、進んで止まって、進んで止まって、まあ本当に、左腕、右腕、手首が疲れましたね。よいしょよいしょ。さて、ガソリンを入れましょう。エネキーだからさ。こんなもんでしょ。お、NSR いいじゃないですか。おいしょっと。さて、帰りましょう。ということでですね、今日は美味しそうなね、和菓子、帰って食べるのが楽しみなんですけども、和菓子を買って、それからライダーズカフェリトルパインさん行ってきました。なんかこう渋滞路がずっとね、長くて、今日なんかね、まだね100キロも走ってないんです。94キロですけどね、すごく疲れましたね。500〜600キロ走ったような、なんか疲労感がありますね。やっぱり渋滞路はダメですね。はい、動画はね、渋滞路の様子はあまり録画しなかったんですけれどもね、はい、そんな塩梅で今日は本当に疲れました。いつも皆さん最後まで見てくださって本当にありがとうございます。この辺で今日のモトブログ締めくくりたいと思います。また次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さよなら。